ああ、これは悪いことしたよ。確かに、これはすぐ作ろう。みんなが待ち望んでた。これだったら、もうこれでいこう。これでいこう。ラブコメは。いこういこう。もうこれいこう。しょうがないもんって、これもう。失敗度が高い。いや、これはもうあれよ。学園のラブコメはもう、みんなが望んでた。学園ラブコメ。ラブコメ、オタク。いいな、オタクいいね。行こう、オタク行こう。オタク、ババアのオタク。行こう。ちょっと待って。うちの学園感がちょっとな。こだわるな。学園感ちょっとな。ちょっと変えようか、パーツ。学園感出そうか。あったよな、学園っぽいやつ。清掃だよね。制服だよね、これがね。きっと、ババアの。どっちかちょっと用務員さんでしょ、これ。いや、生徒じゃないって。あ、生徒の方か。え？そう。別に生徒だえ？から、用務員だからララブブココメメしちゃいけ版のないってこ用と務は員がな主い。人公のパターンある？生徒しかラブコメしちゃいけないんで、そんなことないでしょ。まあ、ないけどどこさ。に出すの、このババアじゃあ、学園に。学園確のラブコメにどこに出すのじゃあ。これしかないでしょ、もう。かに。もう。これしかないんだよ。生きる道が。トラブル。勇敢さとか。え？こうなる？可愛さじゃないの？ せめて勇親しみだっ敢。たんだけどな。せめて可愛さが親しみだったんだけどな。いやー、まあまあいいでしょう。学園、オタク、ラブコメ。これはもう。いや、シナリオ130ってやっぱ高いね、これね。やっぱうね。ん。これでいこう。いやー、学園ラブコメで、主人公が用務員のババアは相当跳ねる、これは。相当はい。相当跳ねる。意味わかんないもんだって。いや。あるじゃん。マンションの管理、あ、アパートの管理人さんとのラブコメみたいなさ。あんなイメージよ。なるほどうん。ね。たまたまそれが学園の用務員さんだったっていうだけで。あんま、それとあんま変わんない、ニュアンスは。草むしりしてる姿に恋をした一人の男子学生。お金に恋しようって、現実に目覚めるなって。ね、やっぱ熟女戦みたいなのもあるしね。いやー、こいつどうしよう。もう、一通り揃ったんだよな。勇敢も言った、ギャグも言ったし、でもこいつの可愛さで、いや、親しみでおそうか。ああ、写真まだいないもんね。うん、親しみでおこう。行こう。これでババアの属性全部カバーした。ババアのバミューダトライアングル作ろうぜ。一回入り込んだらもう帰ってこれないから。嫌 だな。
ば、ん、ババアじゃないね。じゃないな。なんかいい体してるな、これな。いい体。うん、いい体してるな。え？体？え？おにぎり体はやばいね、相当ね。ね。どうしようっていうのあれ。今から言う言葉で気になるやつ言って。ああ、オッケー。いきます。となると。それ。はい、それもうそれだよ。萌え猫耳ねえ、それさ、はい、全部欲しい。その3要素はその3要素は全部欲しい。あと極道とかもあるよ。極道え、ない、戦艦スナイパーとかある。戦、いや、極道、極道にしよう。極道にしよう。ババアと極道は合う。合う。合う。ババアのアダルとは、最終回。最終回。最終回。主張もあるな。え、何？不死鳥。不死鳥、ああ。アダルトはもう最終回にしよう。最終回、最終回。ババアの萌えアダルトは最終回にしよう。音響効果レベル2で漫画を読むといいことがあるらしい。ちょっと待って、音響、音響効果レベル 2、 あー、でも、あ、体力ないな、ダメだ、体力ないか、うん、ちょっと待てよ。やば、結構金ないマジで。確かに。ラブコメ、ラブコメで行ったら金がない。音響効果レベル2で。え、漫画を読むと。漫画を読む。はいはい。望み物が手に入ります。神の天気来たわ。これで極道いける。一回レベル上げるか。いや、でもこれポイントオフ入るの増えてるのめちゃめちゃでかいな、これな。効果。うん。これめちゃめちゃ強い。めっちゃ上がるもあって、これ。すご。行こう行こう。一人レベル5にするの何本くらい使うんだろうな。なんか職業によっても違うっぽいけどね。このディレクターとかは結構最初から30とか使うけど、うん、プロデューサーとかももっと高いもんな、これな、多分。そうだね。うん。300くらい貯まったら1人転職させるって感じでいこうかな、じゃあ。OK。うん。あー、そっか。何？学園オタクラブコメ。オタク？ラブコメ、オタクが恋をするのは ババア、いいな。おー、でも92点、殿堂入り、いいね、殿堂、うん、入りだね。もう殿堂入りがもう安定してきてるね。ね、うん、オタクがなんか あの鐘を鳴らすのはあなたみたいな感じになってるな。いいんじゃない、テレビ夕日の仲良し度アップ。あ、また来てるね。お、いいね。あれ、さっき部長だったよね。さっき部長じゃなかったっけ、さっきか。あ、若い OL 向けにアニメキャラをプリントしたタオル。若い OL は使わないと多分。若い、いやいや、若い OL にもね、来てるんだよな。来てるの？来てる、今、バーバーは来てる。
だいぶ終わってるけどね、それ。いや、やっぱ、この国は分かっとる。28.4%。すごい、最高だ。これは来るぞ。紅白超えるぞ、これ。紅白超える。いや、紅白超えて、紅白って何パーセントなの？わからない。どうなんだろうね。いや、どうなんだろうね。でも、あれだよね。でも、今の紅白とかね、今の時代の紅白、うん、よりか、昔の方が高いだろうかな、絶対な。まあ、昭和の時代はね、絶対高いんだから。この辺の紅白の記録を抜きたいな。あ、でも意外と高いよ。何？ 31% ある。紅白？ 31% か。確かに高いね。高い。しかも、あれらしい。うん。今年、あ、去年か。うん。の紅白、最高視聴率 39.5% です。39.5? はい。瞬間だけね。マジか。これは超えます。ない。超えられるかわかんないけど。いや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 。39.5 でしょ？まあ瞬間。だからその瞬間にババアが出て、それを 40% 超えるようになればいいってことだよね。つまり。紅白にババアが出て、ね、ババアが出た瞬間に 40% 超えればもう紅白よ。もう。なんか、だから、やろ？何を、やろ？